アンドレア・サッキは、イタリアの画家である。ローマのあまり有名でない画家の息子に生まれた。電気作家のベローリによれば、ローマの画家、ジュゼッペ・チェーザリの工房で修行した後、ボローニャの画家、フランチェスコ・アルバーニのもとで修行した。1621年に、ローマに戻り、その後は、ローマで活動した。ラファエロ・サンティ、ポリドーロ・ダ・カラバッチを、アレッサンドロ・アルガルディ、 フランソはデュケノアなどの作品を研究した。数奇教、バルベリーニの庇護を受け、パラッツォ・バルベリーニに代表作の、ディバイン・ウィズダムを描いた。ローマにおける、バロックの画家、ピエトロ・ダ・コルトーナや、ジャン・ロレンツォ・ベルニーニと、同時代の画家であり、ダ・コルトーナと競い合った。アカデミア・ディ・サン・ルカで、ダ・コルトーナと論争し、古典主義の立場に立った。ありがとうございます。